終戦の時、私は終戦の詔勅を親戚のうちで聞きました。と申しますのは、東京都内から離れたところの親戚のうちに私どもの家族が疎開をしていまして、そこへたまたま私が勤労動員で行っていた海軍の工場から帰っていたのですが、なぜ帰っていたかというと、ちょうどチブスらしい熱を出しまして、そして帰って、しばらく静養していた時期に当たっております。そして消息を聞くとすぐまた自分の職場へ帰って、後始末をしたのですが終戦の消息自体については私は不思議な感動を通り越したような空白感しかありませんでした。それは必ずしも予期されたものではありませんでしたが、今までの自分の生きてきた世界がこのままどこへ向かって変わっていくのか、それが不思議でたまらなかった。そして戦争が済んだら、あるいは戦争が負けたら、この世界が崩壊するはずであるのに、まだ周りの木が緑が